はい、どうも、バタデン2100です。今回は、ホビーオフで買った中古プラレールを開封します。今回はこちら、205系スカイブルーの9000品の戦闘車と中間車、米子のホビーオフで540円でした。最近松江のホビーオフがあんま品揃え良くないので、初めて米子のホビーオフ行ったらありました。結構ね、プラレールは品揃え良かったですね。建物はすごい小さい。で、まあ後備車はないですけど、まあ何でも使えるんでいいです。じゃあ開けました。はい、中間車案外汚くないですね。結構綺麗な方かな。ちょっと傷がついてる。ああ、こっちは結構やばいね。なんじゃこりゃ、何が起きたんだろう。すっごいことになってます。まあどうせ改造するんでいいです。で、そうだ、旧製品なのでクーラーは塗装されてません。はい、次、戦闘車。戦闘車は車輪の色が違いますね。でも車体はまあまあ綺麗です。おう、シールもちゃんとついてますね。で、戦闘車は今作っている小田急一線型だっけ？小田急一線型リニューアル車にする予定です。複製した小田急二線形の画面をつけて一線形にします。本当はね、二線形の戦闘車が手に入れば一番いいんですけど。で、動くかだよね、問題は。なんか動かん気がするな。お、普通に動いた。よかった。結構ちゃんと走りますね。はい、今回はこちらの、なんだっけ、205系スカイブルーの戦闘中間車を、開封しました。それではさようなら。